私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。来年公開主演映画、私の幸せな結婚では銀髪披露のスノーマンの目黒ハスも来年公開の映画、僕のハッピーマリジで銀髪を披露。見たことないけど金髪が似合う日本人男性。ランキングは以下の通り。本サイトでは10代から30代の女性100名に金髪が似合うジャニーズについてアンケートを実施。本サイトでは10代から30代の女性100名に見たことないけど金髪が似合うジャニーズについて調査を実施しました。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは4位以下のメンバーについて見ていく。7位には嵐の相葉雅紀さん、関ジャニ∞の村上信五さん、キング&プリンスへの神宮寺勇太さんがランクインしています。プリンスへの神宮寺勇太、シクストーンズの松村北斗、なにわ男児の大西流星。この5人が同じ比率でランクインした。ジャニーズの中では、すっかり大人というイメージの嵐の相葉雅紀には、塩顔なので明るい髪も似合いそう、30歳、女性、総務人事事務、イケメンなので意外と似合いそう、37歳、女性。コンサルタント、相葉と同年代の関ジャニ∞村上信五には、目がギュルッとしてるため明るい髪も似合いそう、30歳、女性、主婦、金髪でも面白そう、28歳、女性、4月期にはドラマ、受付の女王、日本テレビ系、で単独初主演も果たしたキンプリの神宮寺勇太には、清楚なイメージが強いので、チャラミアデラ君を見てみたい。26歳、女性、顔が良くてスタイルもいいから似合い、そう。25歳、女性、学生、フリーター4月期、ドラマ恋、なんて本気でやってどうするの？で影のあるイケメン役がハマっていたシクストーンズへの松村北斗には、色が白いから似合いそう、35歳、女性、医師、茶髪が似合ってたから、金髪も似合いそう、26歳、女性、学生、フリーター、キラキラななにわ男子の中でも可愛いキャラの大西流れ星には、暗めの髪の印象が強く童顔で、普段は可愛い印象ですが、金髪にしたら、目がクリッとした外国の男の子みたいに、クールな印象になって、ギャップが出そう。30歳、女性、総務人事事務、女の子みたいに可愛いフレッシュな男の子だから、32歳、女性、主婦、など、様々な理由が上がった。顔つきが、シャープで似合いそう。第4位は、スノーマンの目黒蓮。2023年春公開予定の初単独主演映画、私の幸せな結婚、では、和服に銀髪というビジュアルに挑戦している目黒には、顔つきがシャープで、スッとしているので、よく似合うと思う。38歳、女性、主婦、顔がいいから意外と似合いそう。21歳、女性、学生、フリーター、今の髪型で金髪も似合いそう。21歳、女性、公務員、クールで嫉妬しているから、38歳、女性、主婦、などの理由が上がった。顔がいいから。第5位は、嵐の二宮和也、政財ゾーンへの中島健人。過去には、24時間テレビ、日本テレビ系、内のスペシャルドラマ、車椅子で僕は空を飛ぶの役作りで金髪にしたこともある嵐の二宮和也には、いつも黒髪のイメージだが、金髪にした時は似合うと思ったから、28歳、女性、色素が薄そうなので金髪が似合いそう、32歳、女性、映える顔をしている、33歳、女性、一番見てみたいと思った、25歳、女性、学生、フリーター、2019年にヘアカラーをハニーゴールドにチェンジした際は、最高、エモい、破壊力やばい、とファンを騒然とさせたセクゾ中島健人には、顔が綺麗なので、何色でも似合いそう、35歳、女性、顔がいいから何でも似合う、28歳、女性、顔立ちが素敵なので、金髪も合う、24歳、女性、という声が見られた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。